です。いよいよ10月に入りました。いろんなものが美味しい季節です。こんにちは、松原美希です。今日も力いっぱい頑張ります。さあ、それでは今週のゲストをご紹介しましょう。まず岩崎宏美さん、こんにちは。そしてシュガー、そして河合直子ちゃん、レッツゴーイング初登場キャンキャン、そして近藤真彦君。今週はこういうメンバーでお送りします。さあ、それでは早速1曲目参りましょう。はい、はい、ハイティーンブギー、レッツゴーマッチ。さて、続いて登場するゲストは、はい、レッツゴーヤング初登場キャンキャンです。彼女たちはみんなね、下町っ子なんですよ、はい。そんでね、お家がね、みんなお店を持ってるんだって。そう、だからね、あのつけたキャッチフレーズが花の看板娘と呼ぶそうです。はい、じゃあキャンキャンに歌っていただきましょう。涙の CC ガール。では、ミキちゃんはね、はい、9月の司会担当で、はい、それで今週一週だけね、もう一週おまけをしていただきましたけども、どうもありがとうございました、はい。こちらこそ本当に緊張しちゃったんですけれども、皆さんどうもありがとうございました。さて、そしてですね、もう一つ大事なお知らせがあります。というのはですね、サンデーズのメンバーが全員今週をもって卒業することになりました。したがって、来週からは新しいメンバーでサンデーズをお送りします。それではここでですね、その新しいメンバーと、そして来週から僕と一緒に司会やってくれる方をご紹介したいと思います。どうぞ。ね、私日本人なんですね、はい、あの新しい言葉なんか出てますが、ね、これは要するにアメリカ人と日本人の中間ってことでしょうね。あ、私なんかどっちかっていうとアメリカナイズされてる方だから、うん、ニメリカ人っていう、ニメリカ人そういう感じ、ね。さあ、それでは次に参りましょうね。岩崎宏美さんです。思い出さないで。今週のジャストポップ、今週はこの人一人にお任せします。どうぞ。ナッチ、どうもありがとうございました。さて、いよいよサンデーズの卒業式です、はい。このメンバーで1年と6ヶ月みんな本当に頑張ってくれました。これからはですね、それぞれの道で大きく羽ばたいてほしいと思います、はい。7人のメンバーにはそれぞれ自分の思い出の曲を歌ってもらいましょう。そうです、あのヤングヒットソングをね、みんな歌ってくれるんですよ、はい。マヨ君なんかね、もう5年近く前の歌ですからね。じゃあ懐かしいでしょうね、はい。じゃあマヨ君からどうぞ。サンデーズ長い間どうもありがとう ね。また今度はゲストとして見てください、皆さん、これからもみんな